皆さんこんにちは。今回も一地方を、暇ナッツ一匹で旅をしていきますよ。前回はストーリーの PWT スラマともに勝てず、ケチョンケチョンにされたところまでですね。今回もケチョンケチョンにされていきたいと思います。というわけで、フーロタその元までやってまいりました。個人的というか、割と一般的な意見だと思うんですが、門下生に勝てるわけがないのに、ジムリーダーに勝てるわけがない、そういう理論は、存在すると思っています。私もそう思っている一人なので、門下生に勝つことを第一目標に挑んでいたのですが、どうあがいても勝てずに涙目敗走し、ジムリーダーの方が勝てる理論で武装して、精神の安定剤にしなければならないという事象が、この暇ナッツ縛りでは往々にして起こり得るのです。というわけで、風呂戦です。風呂たその太ももたまんねえなおい、みたいなことを今のところは思えるくらいの精神状況ではありますが、無理やろこれ。がっつり確定2発、少しレベルを上げたくらいでは、確定3発にすらできないレベルのダメージ感やんけ。ひとまず、まともに受け切れるレベルではないということで、しばらく回復を連打して、状況が好転することを待ちましょう。今回はのっけから弱気の持ち物構成ということで、光の粉を持たせていますからね。避けてくれれば、心盛りの突破くらいはできると思います。今回は恩返しのダメージ感も見ておきたいということで、初手で恩返しを選択しましたが、真っ向から戦って勝つためには、初手に草笛の 55% を通した後、相手が最大ターン眠ってくれることにかけるのが、無難な感じではないでしょうか。ひとまず心盛りは、やっつけることができました。もはや勝ちの目はないの一言ではあるんですが、一応スワンナから受けるダメージ感も見ておきたいということで、強引なドリブルでスワンナのところまで、たどり着いたという感じです。はい。無理やんけこれ。どうすればいいんでしょうね。まともに攻撃を受け切ることすら、ままならんレベルなんですが。基本的にはレベルが足りていないという点に尽きるんですが、レベルを上げるだけではどうにもならんレベルの相手と言わざるを得ません。これは出直して、根本から変えていく必要がある状況だと思います。というか、冷静に考えたら、門下生にも勝てないのにジムリーダーになんか勝てるわけがなかったわ。失礼失礼。だいぶ血迷った言動をしてましたね。戦っている感じ、恩返しでは火力不足感があるということで、さらなる火力を叩き出すことができる捨て身タックルを、覚えさせたいと思います。これによって心盛りを、ワンパンしようという魂胆ですね。そしてもう一つ、戦況を変える技を覚えさせたいと思います。そう、日本バレですね。暇ナッツというポケモンは、通常入手できる特性が2種類あります。揚力素と、サンパワーですね。サンパワーは、日本バレ時に火力が 1.5 倍に上がる特性で、揚力素については、日本バレ時に素早さが2倍になる特性となっています。割とどっちもどっち、一長一短な特性ではあるんですが、サンパワーは毎ターン固定ダメージを受けるデメリットもあり、そのデメリットがあまりにも、暇ナッツにとってよろしくありません。そういう理由もあって、特性は揚力素にしているんですが、それを活かす場面が訪れたのだと思います。というわけで風呂戦、本番行ってみましょう。風呂が使ってくるポケモンは、心盛り、スワンナ、エアームドの、3体構成となっています。まず初手の心盛りは、永遠アクロバットを連打してきます。まともにやり合っても勝ちようがない相手です。そこに関しては相手にあっぱれなのですが、この戦いで勝つためにまずは2本バレをして、素早さで上を取れる状態にしておきたいと思います。2本バレ状態にすると、さすがに心盛りの上を取れるようになるということで、シルクのスカーフ捨て身タックルで、一気に心盛りを処理してしまいます。散々戦った結果、草笛で眠らせたのちちまちまやるよりは、豪快に日本バレ捨て身タックルをして蹴散らしに行った方がいいという結論に至りました。2体目は、スワンナです。サイツヨちゃんの HP が心もとないですが、回復をしても拉致が開かないということで、ひとまず草笛をして、眠ってもらうところからですね。スワンナは種爆弾を一発受け切ってくるということで、草笛で眠らせた後種爆弾を連発し、目を覚ます前に落とし切ってしまおうという魂胆です。基本的に日本バレの残りターンの関係だったり、草笛での眠りターンなりを考慮すると、回復をしたところでこちらには、何もメリットがないんですよね。ですので草笛を吹いた後、ひたすら種爆弾で殴り続けるというのが、最適解というわけです。
風呂黄昏意味深なことを言っていましたが、この辺りまで来てしまうと、もはや性欲よりも勝利への欲求が高くなってしまい、発情すらできなくなってきています。やはり暇ナッツ縛りって、格が違うわ。こういうのでいいんだよ。とか言ってる間に、スワンナを種爆弾連打で処理することができました。ここまで来ればもはや、ウィニングランと言っていいのではないでしょうか。さあラスト一匹、エアームドですね。エアームドのところまで初めて来ましたが、火力面で言うと一番組みしやすい相手だと思うので、草笛を駆使したりしつつ、削っていく感じでいいでしょう。ひとまずエアームドからのダメージがどの程度かというのが、大事ですね。確定3発のダメージ感であれば、どうにかなりますからね。大して食らいませんでしたね。急所に当たりやすいとはいえ、エアカッター自体の火力は抑えめですし、エアームドが特殊技を打ってきているという点もあるので、ウィニングランと言っていいでしょう。ひとまず種爆弾を打って、ダメージを見てみますか。硬すぎるっぴ。いくら草技を4分の1に抑えてくるとはいえ、こんなダメージ感ではやってられませんわ。あのダメージ感では削っていく気にもならんということで、反動ダメージは痛いですが、捨て身タックルで削っていくしかないでしょう。なんとも言えんダメージ感ですわ。さすがはエアームドの物理耐久といったところでしょう。なんとなく私、一生エアームドに苦戦させられ続ける人生な気がしているんですが、気のせいでしょうか。きっと気のせいですよね。ひとまず捨て身タックルで削っていく感じではありますが、試合自体は非常に安定しており、特に何事もなさそうだということで、このエアームド戦に関しては加速する感じでいいでしょう。特に何事もないような試合を5分間流したりしても、しょうがないでしょうしね。さああと一発や、どうにかここで一撃、ドカンと決めてくれー。あのさあ、風呂タソ、お願いだから空気を読んでもらえないでしょうか。風呂タソも回復薬を使う、私はその日じゃないくらい回復薬を使う、これこそが資源の無駄だと思いませんか。とかなんとか言ってる間に、またエアームドの HP を残り少しのところまで、削ることができました。さあサイツヨちゃんよ、今度こそお前の捨て身タックルで、エアームドを粉砕するのだー。やったぜ。というわけで無事、風呂タソに勝つことができました。よかったよかった。笛で眠らせまくるという戦法の他に、日本バレで素早さを上げて何かする、というルートを開拓できたというのは、いい発見だったのではないでしょうか。揚力総起動させることができれば、何かしらやれることも増えそうな感じだというのが分かって、収穫があった試合だったと思います。というわけでお次は、さざ波タウンでのライバル戦に、挑んでいきたいと思います。正直言って、ライバルに負けるわけにはいかないだとか、そういう感情はもはやありません。道中の一般トレーナーにすらまともに勝てないので、ライバルだろうと風呂タソだろうと、別に差がないんですよね。相手の初手は、剣ホローです。基本的に今回のシリーズ、飛行タイプ相手には手も足も出ないという言葉以外に適切な言葉が存在しないレベルなので、とにかく草笛を吹いて、眠ってもらうしかありません。相手より20レベル以上上だというのに、未だに餌になっている状況だけは、一刻も早く打破したいところではありますね。というわけで相手が眠っている隙に捨て身タックルをして、攻め立てていきましょう。日本バレをして剣フォローの上を取れるようにするというのも作戦ではありますが、後ろに炎タイプの炎武王が控えているというのを加味すると、あんまり得策じゃなさそうなんですよね。ナイス急所。ガチで今のは、値千金でしたわ。がっつり必要急所だったでしょうからね。2体目は、炎武王ですか。炎技が飛んできたらひとたまりもないですが、ひとまず回復をしておくしかないでしょう。ナイス回避。命中不安の転がるというナメプをしてくれたのは、ありがたい限りです。この隙に、素晴らしいぞ。避けて避けて避けまくる、これこそそこは当ててくれや。今ので草笛も当てることができていれば、完璧だったんだけどな。神かな？転がるも避ける、突進も2連続で避ける、粉神様ありがとうございます。
小永見様の圧倒的実力、そしてライバルの忖度力、さらに、幼い頃ポカブに植え付けたヒマナッツに負けたトラウマ、これらが相乗効果となり、奇跡を起こしてくれています。この勝負は是が非でも、勝ち切りたいですね。神かなどころの話じゃないだろこれは。いくら光の粉があったとはいえ、転がるを避け突進を2連続で避けた後急所でワンパンって、神がかりすぎるだろ。決めるべきところでは決めてくれる、これこそがサイツヨちゃんの本気なんやなって。というわけでラスト1匹、ヒヤッキーですね。ヒヤッキーは熱湯を覚えており、やけどにされてしまうと厄介ではあるんですが、タイプ相性的には圧倒的有利な相手ということで、苦戦する要素はないでしょう。やったぜ。というわけで無事、ライバルに一発で勝つことができました。よかったよかった。この橋には、武蔵防弁慶のような、仙人抜きをしようとする輩が存在しています。そんな奴はうちのサイツヨちゃんが、成敗してやろ成敗されたわ。サイツヨちゃん、無事仙人抜きを達成させてしまう。何度か挑んでは見たんですが、まるで勝てるビジョンが見えないということで涙目敗走し、川を渡ってスルーすることにします。ここでツムトレーナーに対する配慮がなされており、優しさを感じますね。やはりゲイフリは、ヒマナッツ縛りをすることを見越しているのかもしれませんね。は、なんだ夢か。ガチでまともに勝てるトレーナーすらいなくなってきている気がしますが、ここに関してはきっと門下生よりもジムリーダーの方が弱いと信じて、戦いを挑んでみることにします。いよいよもって、ふん詰まりを起こしてきたかもしれんわ。今の特攻の実数値では、大地の力にはそこまで火力が期待できないですが、一般トレーナー戦では役に立つ場面もあるということで、覚えている感じですね。デスミッションによって、教え技に必要な欠片を集めることができるんですが、少し面倒ですからね。切羽詰まらん限りは忘れたくないということで、覚えっぱなしになっている感じです。まあ、どうせすぐ切羽詰まるので、忘れることになるでしょうけどもね。というわけで、シャガ戦です。相手の初手は、クリムガンですね。シャガさんはドラゴンタイプ使いということで、基本的には草笛としてミタックルを駆使して、戦っていく感じになるでしょう。一応捨てミタックルは当倍で通るわけですし、そこそこやり合えるんじゃないでしょうか。というか、やり合えてほしい。ギリギリ確定3発っぽいダメージ感ですね。できれば確定2発であってほしかったですが、こればっかりは仕方ありません。努力値をがっつり振っているはずなのに、未だに攻撃の実数値が100に満たないですからね。ひとまず、ここで捨て身タックルをしてしまうと間違いなく回復薬を使われるということで、大地の力を挟んで、ダメージ調整をしておきますよ。そのための大地の力だったんすねー。ふう、まずはクリムガン、突破です。割とまともな作戦だったのではないでしょうか。この調子で進んでいきましょう。それにしても、まだジムリーダーは残っていますし、ヘイチス戦だったり四天王戦だったりがあるにもかかわらず、伸びしろがあと30にしかないというのが、非常に気がかりです。伸びしろが少なくなってくると、私の精神的余裕も、少なくなってしまいますからね。2体目は、フライボンですね。プレイ時は、このフライボン足が遅すぎるだろ、みたいなことを思ったりしましたが、さっきのターンはおそらく、高校技のドラゴンテールを打ってきたという感じなんでしょう。相手が自ら高校になってくれた隙をついて、草笛で眠らせた後、攻めに転じていきますよ。ドラゴンテールは、強制的に相手を交代させる技ではあるんですが、その驚異的な効果に関しては、一匹縛りをする上では何も脅威ではありませんからね。ただの威力60ポッチで、命中不安な技というだけですからね。そういう意味で言うとシャガさんは、そこまで苦戦する要素はない気がします。門下性能ノンドのように、シガークロスで抜群をついてきてても足も出ず涙目敗走、というような展開には、ならないでしょうからね。さあラスト1匹、オノノクスです。しっかりと草笛を一発で決めることができたということで、その隙に攻めていきますよ。相も変わらずオノノクスさんサイドは、ドラゴンテールを連発してくれていそうですからね。チャンスは大いにあると思います。
とまず、ドラゴンテールのダメージ感もわからんということで、今一つではありますが反動がない、種爆弾を撃っておきます。受けきれないやんけ。平然と確定2発を取ってくるのは、ご勘弁ナイス回避。さすがは命中不安の、ドラゴンテールですわ。光の粉も相まって、命中は 81% しかありませんからね。この HP であればドラゴンテールも受けきれるということで、ここは強気に、捨て身タックルをしていきましょう。このお盆のみでの回復は、地味に厄介ですね。正直シャガさんには、回復を使わずに負けてもらいたいということで、いい感じに HP 調整を、していく必要があるでしょう。とにもかくにも、チャンスとしてはドラテを避けたタイミングしかないということで、それが起こるまでは、粘りの一手です。というわけで、命中 81% くらい避けられるだろという考えから回復を繰り返したんですが、なぜか一生避けなかったので、加速しています。ドラテの PP が切れた先には、竜の舞が待っていました。一番あかんやんけこの展開。こういう展開があるから、どうにかドラテを避けつつ、攻めたかったんですよね。非常に苦しい状況と言わざるを得ません。正直この場面、笛を吹くべきなのか、攻めに転じて短期決戦を図りに行くのかは、微妙なラインです。だいぶ悩みましたがこの場面は、笛を吹くことにします。ポケモンの神様が勝てと言っているのなら、草笛は当たるに決まっていますからね。今回の旅で肝に銘じていることは、ポケモンの神様は存在していると信じ込むことですね。またしても宗教チックな話になってきてしまいますが、勝てる流れが来ているのであれば、何事もうまく決まっていくはずですからね。しつこくこすってあれですが、パート1のポカブ戦が、顕著な例だと思います。勝てる試合の時は、草笛を外しまくるということはないと思っています。おかしなことを言っているかもしれないですが、基本的に草笛が当たる前提で立ち回らないと勝てない試合ばかりだということで、当たると信じるしかないのです。こういうことですわ。竜の舞を2回積まれた今、間違いなくオノノクスの攻撃で、確定一発となっているでしょう。ですが全てが噛み合う時は、即起きなど起こらないのですよ。今は皆さんに私の考えが伝わらないかと思いますが、皆さんも暇なっつい月縛りをすることによって、私の言っている意味が、理解できるようになると思います。というわけでみんなも暇なっつい月縛り、やってみよう。というわけでシャガさん、一発突破です。よかったよかった。ガチで門下生の方が強かったわ。それではキリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。